名古屋市交通局3000系電車は、1977年に名古屋市営地下鉄の鶴舞専用として登場した名古屋市交通局の通勤系電車。鶴舞線のほか、名古屋鉄道の犬山線、豊田線、三河線で使用される。ただし、三河線へは、梅坪とヨタ市間以外は営業運転内での直通は行われていない。1977年の伏見。 矢後と間開業に際し、4両編成9本、1978年の矢後ト赤池館開業に際し、4両編成4本、1981年の伏見、清新館開業に際し、4両編成4本、1984年の上新庄内緑地公園館開業に際し、4両、蘇生6本が導入された。従来長さ15.5メートル幅2.5、 メートル高さ3.4メートルが車両の標準寸法となっていた名古屋市営地下鉄で初めての大型車で冷房装置と AVF 式直波制御と回生ブレーキが導入セミステンレス構造と固定窓と2連窓と7人掛け座席が採用荷物棚が設置吊りカーが客用ドア付近に増設された車両である両開きの客用ドアを 片側あたり4カ所に配した標準的な20メートル級通勤系車両であり、車体全高及び室内高の寸法も一般的なものとなっており、同じ目的で同時期に製造された名鉄100系よりも高い。全幅も外半間は2740ミ、mm、リメートル、採用幅当初は2805ミ、mm、リメートルで、地方鉄道車両定規を超えていた。 全長が JR などの20メートル車よりも200ミリメートル短い関係で、客用、ドア間隔も50ミリメートル短く、客用ドア間座席の一人当たり専用幅は443ミ、mm、リメートルとなっている。これは、桜通線6000系、3050型や名鉄100系についても同様である。また、運転台の平面窓ガラス構成のパノラミックウィンドウや、 客室窓の天地が小さめで、幕板の広い側面見つけに、名鉄の影響が伺えるほか、本形式からは、先頭車両全部上段に、名古屋市営地下鉄のシンボルマークが入るようになった。制御装置は 1C8M 方式で、容量 1800kW、合成周波数 486Hz である。主電動機の定格値は、端子電圧 375V、 電流 395A、出力 135kW、定格回転数 1960rpm、最弱目回自立39%である。最長編成を MT 広く M2T の8両編成と設定したため、大出力の主電動機を採用した。名鉄トヨタ1 0 0との相互直通運転のため、自動列車保安装置は、鶴舞線内での車内信号式 ATC に加え、 名鉄線内での M 式 ATS も搭載している。車内放送には自動放送装置を採用し、名鉄線内でも使用されている。また、名鉄線対応設備として、中間車にも車掌スイッチを設置している。これは、名鉄線内において、車内を巡回する車掌が任意の車両においてドア扱いを行うために設置されていたが、同社の駅員無配置駅における、 出海札自動化の進展により、運用線区前線において原則的に、車内改札を省略するようになったことから、豊田線区間での車内巡回以外では、利用されていない。車体車内乗務員室2005年日本国際、博覧会開催期間中は車体に、愛知万博の記念ステッカーが掲出された車両もある。心臓の3050型に組み込まれた2両当初は、 発射予告ベールだったが、後に発射予告ブザーに交換された。そのため、他形式とは発射予告音が大きく異なる。1993年8月12日の全線開業及び名鉄犬山線との相互、直通運転開始時に、先頭車16両の中間車化が行われた。この際、うち3両は十五編成と車番化二桁の異なる六両編成を蘇生し、 余剰となった2両は心臓の3050系4両に組み込まれたが、全商灯と標識刀剣微灯はそのまま残地された。2003年から2004年にかけて全車に、車体連結部の転落防止ホロ設置が行われた際、中間車化が行われた戦闘車16両はそのまま、残地された全商灯と標識刀剣微灯が撤去された。による改正執行対策のため、 2004年から2008年にかけて MC 社及び M 社のパンタグラフが1両あたり2機のうち1機撤去された。走行機器の劣化対策のため2012年には後期車で構成される6編成に奨励対応改造が行われた。2015年8月に3123編成に10月に3118編成と3122編成に 客用、ドア横の路線ステッカーの更新が行われた。2016年6月の奨励対応期限に間に合わせるため、4月から5月にかけて3110編成、3113編成に奨励対応追加改造が限定的に行われた。2017年1月から2月にかけて3159編成中間車と後期車で構成される6編成に、 車内の Wi-Fi アンテナ設置が行われた。2018年2月には、後期車で構成される6編成に乗務員室内の旧式非常はしご撤去及び手すり付き非常はしご追加搭載が行われ、専用カバーがかけられた。鶴舞線開業時より運用されている本形式だが、竣工から30年以上を経て、車体や走行機器の老朽化が進行したため、 2007年から2010年にかけて3050型を再増備し、本形式を置き換える予定だった。しかし、同時期には、東山線の5000型も代替時期に差し掛かっており、予算の制約上、東山線への N1000 系導入が優先された。その後、本形式の代替は3050系の再増備から、新型車両である N3000 系の導入に変更され、 2012年3月30日から2019年9月26日にかけて一時車、2015年6月1日から2017年9月8日にかけて二次車が両次車初の廃車となり、次車消滅した。また、2016年6月25日からは、後期車の廃車も開始されており、2023年3月をもって営業運転を終了する予定となっている。 2021年4月15日時点での廃車状況1中間に赤い形2両を組み込んだパターン2中間に上お台方2両を組み込んだパターンなお本形式の全廃に伴い名古屋市営地下鉄の全車両が VVVF インバータ制御の電車となる予定である。ありがとうございます。